こんにちは、船原です。今日はですね、クラウドファンディングでめちゃめちゃ結果を出した森田さんに来ていただきましてですね、どんぐらい稼いだのかということについて聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、このね、僕のチャンネル見ていただいている方は、まあ、クラウドファンディングって何なのかについては、もう知ってると思うんですけれども、まあ、もしね、クラウドファンディングもっと知りたいと、クラウドファンディングって一体何なのかっていうことをね、知りたい方は、こういう動画がございますので、で、これを見ていただければ、クラウドファンディングについてね、かなり詳細に詳しく説明しておりますので、ぜひ見ていただければと思います。で、今ちょっと口頭で軽く説明させていただくと、クラウドファンディングっていうのは、まあ、こういうね、商品が作れますよとか、こういうイベントができますよとか、こういう本が出せますよ、みたいなご自身のアイディアとかプロジェクトをね、元にして、まあ、お金を最初に募る専門のサイトがあるわけですね。幕開けとか、グリーンファンディングとか、キャンプファイヤーとか。で、その専門のサイトで、このまだやってないプロジェクトっていうのを出して、それでお金を募って、お金をいただいてから商品化したり、製品化したり、映画作ったりするという感じでございますので、まあ、幕開けとかね、キャンプファイヤー見ている方はわかるかなと思いますけれども、まあ、それを使ってお金を稼ぐことができるという時代になっておりますので、今日はですね、そのクラウドファンディングを使ってお金を稼いだ森田さんにですね、まあ、どんぐらい稼いだのかと、あとどうやって稼いだのかということをね、詳しく聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では森田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、もしこの動画を見て自分もクラウドファンディングやりたいなと思った方はですね、概要欄に僕がやっているクラウドファンディングのウェブセミナーのリンクを貼っておりますので、そちらからぜひ無料のウェブセミナーを申し込みいただければと思います。それでは行きましょう。で、森田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、森田さんと僕が最初に会ったのっていつですかね。結構前の2年前のどこでしたか、日本橋かどこかでセミナーされた時の、はいはいはい、幕開け主催で、幕開け主催のセミナー前説の、ね、に来ていただいて、はい、まあ、クラウドファンディングすごいぞと、はい、そうそう、幕開け主催のセミナーに僕が講師として出たと、まあ、どっちかというと僕のセミナーに幕開けの人に来てもらった感じなんですけどね。で、そこで、まあ、クラウドファンディングすごいぞということで、まあ、ちょっとね、僕のスクール入っていただきまして、まあ、いろんなところに、当時はね、展示会に行って、まあ、このメーカーとかをね、探しましょうっていうことができてたんですけど、まあ、ちょっとね、今この現時点ではこう世界中の展示会に自由に行けるという時代ではないので、オンラインでもね、全然できると思いますが、当時はこう展示会に行ってみたいな感じで、香港です。香港の展示会にね、はい、一緒に行って、はい、まあ、いろんなメーカーを見つけてという感じで、クラウドファンディングをまあされたという感じなんですけど、でも一番最初はご紹介した商品でクラウドファンディングされた、そうですね、ですよね、はい、ですよね、はい、はい、で、今日その商品持ってきていただいておりますので、ぜひちょっと見ていただきたいと思いますが、どちらでしょうか。こちらになります。こちらです、はい、これメガソニックという商品なんですけど、はい、なんかこれ一体どういうものなんでしょうか。これ超音波で洗う機械ですね、はい、で、これもちょっともうコロナが結構追い風に実はなりまして、あ、これコロナ逆に追い風なんですか。なりましたね。これマスクをみんな洗いたいっていうので、結構アベノマスクとかもそうだったんですけど、はいはい、洗濯機で洗うと縮んでしまうっていうので、うん、まあ、これ使ったら縮まずに洗えるっていうところで、なるほど、ね、結構おばちゃんたちが結構買ってくれましたね。なるほどなるほど、はい、で、こちらの商品が、まあ、中国で作っている、まあ、業者がいて、はい、まあ、その業者からじゃあこの商品をクラウドファンディングやりませんかみたいな感じで、契約をしてですね、すぐやられましたよね。なんかそうですね、これはもう1ヶ月とか2ヶ月ぐらいで、はい、半年ぐらいちょっともじもじしてた期間があって、はいはい、でもう商品見つかってもうやるしかない、あとはもう幕開けのもう申し込んでしまうとやらざるを得ない状況になって、はい、そこからは早かったですね。なるほど。で、当時はサラリーマン、そうですね、ですよね、はい、サラリーマンとしてその会社の一事業として社長さんにこれをやって稼ぐからやらせろみたいな感じでやられて、で、このメガソニックどのぐらい売れたんですか。これが一発目で500万円売れました、ね、おめでとうございます。幕開けで550万円、ございます。もうね、550万円がね、端数になってるっていう、はいはい、で、幕開けで550万売れて、その幕開けだけでどのぐらいの利益が出たんですか。もうぶっちゃけてしまうと3割なので、まあ150万ちょっと。で、この1商品で150万円の利益が、おめでとうございます。その幕開けでクラウドファンディングやりました。その後にいわゆるクラファンおかわりという方法もありまして、これもウェブセミナーでお話しているのでぜひ見ていただければと思うんですけど、おかわりをされた。はい、キャンプファイヤーの中で町屋っていう、はい、また別のカテゴリーのところがあるんですけど、はい、そこに申し込みをして、なるほど、
マチヤをやってその後キャンプファイヤーをやって、でも3回でもうトータルで900万円ぐらい。おめでとうございます。じゃあ幕開けで550万売って、はい、マチヤでやって、はい、キャンプファイヤーでやると、一つの商品で3回もクラウドファンディングできるという手法がありまして、それで合計900万円で、まあ、利益もまあ3割ぐらい残っちゃう、やっぱり300万近く利益を出しちゃったということで、はい、これどうでした、これクラウドファンディングやってみて一発目。いや正直もう一回目もわけが分からなかったんですけど、やっぱり不安でしたね、はい、売れるのかどうかとかクレーム来たらどうしようとか、うんうん、あと結構あの電気物なので法律的な部分もあったりとか、はいはいはい、そういうんで、ただもう締め切り決まってしまうとやらなきゃいけないので、うん、もうスタートしたらもう初日で150万ぐらいドドドドーンともう支援が集まって、はい、でもう売り上げが入ってきて、もうメーカーに発注して、で、まあ、梱包して発送してというんで、うん、まず、まあ、重要なのはお金がまず入ってきてから注文するわけですね、はい、ノーリスクでできた。そうですね、なんで初めにサンプルとして見つかったんですけど、うん、まあ、それが1個1万円で、はい、もう3万円のサンプルを持って、はい、であとはもう動画を撮ったり写真を撮ったりで、まあ、ほぼもう自分で作って、ご自身でね、なんか iPhone あの動画良かったって言うんですけど、あの醤油かなんかって垂らしてあの、まあ、これ、ね、メガソニック の幕開けのプロジェクトページ見ていただければと思うんですけど、醤油が垂らしてこうベトベトになったやつが綺麗になりますよみたいな動画あるんですけど、あれめっちゃ効いたと思うんですよ。そうですね、結構あれも5000ぐらい再生回数入ってて、じゃあもう900万売ってこれいけんじゃねえかと、どんどんクラウドファンディングやっていこうということで、はい、もう商品探しがかなりスピードアップ。そうですね、一回実績を作るとメーカーの方にも話しやすくなるのと、うん、あと向こうからこんなのもあるけどやってみないかみたいな話も来て、うん、なので2回目からはもう全然やりやすくなりました、ね、で2回目はどういうやられたんですか。2回目はこの傘なんですけれども、はい、でこの傘もあのこのメガソニックのメーカーの、まあ、間に商社みたいなところがあるんですけど、もうそこからちょっとじゃあ、まあ、メガソニックうまくいったっていうことで、はい、ちょっと次の商品でこんなのあるけどやらないかっていう紹介されて、普通の傘じゃないよ、普通の傘じゃなくて脱出用のハンマーで車に積んでおいて、はいはい、まあ、水没しちゃったりとかした時にこれで窓を割って脱出するぞっていうもので、うんうん、正直でもこんなの売れるのかいなって思ってクラウドファンディング醍醐味ですよね、はい、そう、これ売れるのかな、はい、これでも出せちゃうっていう、はい、そうなんですよ、クラウドファンディングで最初にこのサンプルしか仕入れないの、最初に1万個買ってねとか言われたら絶対無理じゃないですか、はい、でも最初にまだサンプル1個あればクラウドファンディングできちゃうんで、でこのサンプルを購入して幕開けで出された、はい、でどんぐらい売れたんですか。これが幕開けだと120万円ぐらいです、ね、まあまあ全然いいですよね、はい、それでまあ 2,3 割残る、はい、またおかわりもされたんです、まあ、しましたね、はい、幕開けのページをもう、はい、まあ、そのまま、まあ、ちょっと変えなきゃいけないんですけど、はい、まあ、ほとんど定価からずにやって、まあ、幕開けよりもキャンプファイヤーの方が売って、はい、いくらぐらい売れたんですか。200万、うん、あ、じゃあ結局幕開け120万でキャンプファイヤー200万、はい、合計300万以上売れちゃった、はい、結論から言いますと森田さんは独立してるんですけど、はい、どのあたりで独立しようかなみたいな感じになったんですか。メガソニックがうまくいった時点でお金的には独立できるかなという感じになって、やっぱりあの今まで何百万っていう売り上げが入ってきて利益が残るっていうことがなかったので、はい、その時まあ私一人でやってたので、はい、100万とか200万円あったら、まあ、1年ぐらいは自分一人だったらもう食っていけるかなっていうのがあって、1年あればまあ何かやってれば起こるだろうっていう感じで。クラウドファンディング以外にも物販やられてますよね。もう私は結構いろいろやっていわゆるこうノウハウコレクターじゃないですけど、コレクトしてちゃんとやってたっていう、はい、転売ですよね。転売は転売ですね、もう一通りやりましたね。どういう転売やられましたか。その eBay で輸出をやってみたの、カメラを輸出してみたりとかして、はいはい、その後はもう Amazon でう国内で仕入れて中古物を売ってみたりとか、はい、Amazon 国内転売、そうですね、はい、ダタもメルカリもヤフオクもやって、はい、でまあ中国輸入のようなこともやってみたんですけど、はい、まあ中ストバスで4年ぐらい4年間転売をやってたけど、まあそんなに結果は出なかった。そうですね、まあ、瞬間的にはポンと行くんですけど、はい、もう自転車漕ぎ続けないとちょっと休むともう次の月の売り上げなかったりとか、うん、でクラウドファンディング始めて、はい、メガソニックやったり、はい、この傘ですよね、はい、やって、なんかこれ1回でしかも1商品で300万とか100万儲かっちゃうみたいな、はい、これは転売4年間やってきた中でやっぱりこっちの方がいいなと思われました。もう全く別でしたね。もう1回商品ページを作ってしまえば、あとは売り上げもポンポンと積み上がって、はいはい、であとはもうまとめて発送してしまえばいいので、もう1個売って1000円2000円の利益が残るっていうような感じのビジネスではなかったので、転売とは全く違う世界がありましたね。なるほど。さらにここから森田さんの快進撃、はい、ってかまあ現在進行形で快進撃ですよね、はい、
はい、まだここね商品いっぱい、まあ、その下にもあるんですけれども、はい、それが、はいはい、あのま、ずこのバックパックなんですけれども、はい、これってすみません、これもご自身で作られた感じですか？これはあの台湾の実はメーカーのもので、これはあのもうメーカーの JNA っていう会社のブランドなんですけ ど, どこれがあのゼックゼックっていうアジア圏のクラウドファンディングでやってて、はい、そこにちょっとやらせてくれないかって、はい、なるほどなるほど。これはいくらぐらいだ？これは幕開けで200万でキャンプファイヤーで50万円ぐらいで、これはちょっとそれでもまあそれでも十分といえばまあ、普通に50万近くの利益は出てるっていう感じ、ね、はい、ただちょっとまあ1回メガソニックで成功してしまう、当ててるからそうですね、なんかしょぼく感じてしまう、50万ぐらいの利益かよみたいな、はい、まあ、普通に考えたらでもまあそれでもサラリーマンの頃から比べるとやっぱりもう売り上げで何百万入ってきて利益でももう50万とか60万のことなので、はい、まあ、十分っては十分なんですけど、はい、プロジェクト1回やるのにどのぐらいの時間がかかる感じなんですか？ページを作るのがやっぱり一番大変で、まあ、契約はあとはまあメーカーとまあメールでやり取りをしながらで2週間ぐらい で、あとは LP がまあ早ければ2週間ぐらいで、うん、まあ、自分で撮影とかやって 1ヶ月ぐらいですかね。じゃあ、まあ大体2ヶ月ぐらいであればそうですね、もう出稿が普通に出稿できちゃうという感じなんで、はい、2年ぐらいか前から始めて今何回ぐらいクラウドファンディングされてるんですか？今7商品でこれが8商品目ですかね。本当に2ヶ月に1回ぐらいのペースです。そうですね、まあ、失敗したのもちょっといくつかあ、なるほど、ね、それでもリスクはないので、あ、そっか、そう、失敗した時の、ね、話聞きたい方多いと思うんですけど、はい、これ失敗したっていうのはどういう状況を言うんですか？あ、もう単純に売れなかった時と、はい、あとはあの不良品が多かった時ですかね。売れなかった商品ってどういうのがありますか？バックパックをこの他にもやってみてるんですけども、はい、それはもう幕開けで30万円とか40万円とかしか売れなくて、もう MOQ があったので在庫は必ず最低40個は仕入れなきゃいけなくて、うんうん、で実際のところは20個ぐらいしか売れなくて、で20個在庫になっちゃった。じゃあその MOQ っていうね、こんだけは絶対仕入れてよってメーカーに言われる数値があるんですけれども、それ以下の数しか売れなかったっていうのが失敗というか、そうですね、まあ、リスクっていう感じですよね、はい、その時はどのぐらい、まあ、マイナスというか、まあ、20万円ですね。ただ、まあ、それも、まあ、ヤフオクで売ったりメーカリで売ったりということで在庫処分して、はい、まあ、それで、まあ、最終お金を回収することはできるという感じなんで、まあ、クラウドファンディング一応そのノーリスクというか、本当にサンプル仕入れて出せばまず最初に売れてそのお金で仕入れられるんですけれども、まあ、メーカーとの契約で、まあ、メーカーさんがこれ以上絶対仕入れてねっていうMOQ っていう単位を出してくることもある、ない場合も多いですよね。そうですね、1個でもいいよみたいな場合も多いの で、まあ、森田さんはもう最初はね、あのやらなかったけど自分でできるように結構なってきたんで、はい、まあ、40個ぐらいだったら行こうみたいな感じで行ったんだと思います。で、最近めちゃめちゃ売れているのが最後に残った、はい、こちらこちらです。スリングバッグっていうタイプのバッグなんですけれども、はい、まあ、ここがマグネットできてて、まあ、これがすごいおしゃれというか機能的で珍しい部分もあって、うんうん、でまあ、形もおしゃれで、はい、いいですね。これはいいですね。自分でも使ってるんですけど、自分でもいいと思う。なかなか気に入ってます。今どのくらい？これが幕開けで800万円800万。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。これはメーカー商品ですか？これはさあ、そうですね、これ実はの同じメーカーで、はい、もう1回うまくいくと、はい、メーカーが新商品出た時にやらないかっていう話をもらって。なるほど。これ幕開けだけで、ね、幕開けだけですね。利益はどのぐらい出るんですか？利益がこれも3割。3割もうちょっとあったかもしれないですね。もうちょっとあったかもしれない。そうですね、 3.5 ぐらい、はい、300万近く利益入れちゃってる、まあ、さらにこれ今からキャンプファイヤーとか、はい、マッチ屋とかもされる、はい、あ、もう申し込みしてますね。なるほど。じゃあもう売り上げはもっともう 1.5 倍とか、そうですね、2倍ぐらいになる可能性もある。まあ、ありますね。これも今までで一番うまくいったプロジェクトなんですけど、はい、まあ、当たればこんなにいくんだっていう。どうですか、もうコツ掴んだみたいな感じ？いや、まだちょっとわからないですねちょっと実は500万売れたらいいかなぐらいに思ってて、はいはいはい、ここから伸びましたね。これはなのでちょっとまあいろいろ失敗とか試行錯誤はしてるんですけど、まだどうすれば当たるのかがわからないですね。失敗したのはわかるんですけど、なんで失敗したか。クラウドファンディングあるあるでどのぐらい売れるかわからないという感じで、まあ、メガソニックもね、まさか500万売れる。そうですね、このねカバンも、まあ、でも500万売れるっていう予想がつけられるっていうのはもうすごいと思うんですけどね、はい、見てる方、はい、そんな売れるのって感じだと思うんですよ。結構あの似たような製品がやっぱり出ていたりとかして、はい、まあ、他の商品見るとまあ大体このぐらい売れてるので、うん、まあ、そこから今までこう転売をされてきてクラウドファンディングで稼げるようになって独立をされたという、ね、森田さんだったんですけれども、まあ、ちょっと今転売やってる方もしくはまあクラウドファンディングをやろうかなと思ってる方にクラウドファンディングの魅力というかいい点を伝えるとしたらどういう感じになりますか？いや、
一番良かったのは何やってるかって人に聞かれた時言いやすいですね。なるほど。ちょっと転売だと去年のコロナの時 もうマスクの転売とかでちょっとイメージすごく悪くなっちゃったっていうのもあって、まっとうにやっててもなかなかちょっと転売やってますとは人に言いづらいっていう部分が正直あって、うん、あともう一つ大きなのが銀行ですね。銀行さんと話をする時にもう何やってるんですかっていうところでもクラウドファンディングやってますっていうんでもう幕開けのページを見せたらもう向こうの反応が全然変わってくるので、銀行さんにも理解してもらいやすいビジネスモデルですよね。はい、僕も最初転売やってるって本当15年ぐらい前に銀行さんに行ったらもうハテナだらけでしたからね、向こうもね、まあ、社会的な、ね、意義というとあれですけど、まあ、転売に社会的意義がないとかそういうのは置いといて、クラウドファンディングに関してはやっぱり人にねこういうもの売ってます言えるといういいビジネスですよと、はい、あと どうですかこっちの方はあのお金の流れがいいですね。先に売り上げ入ってきてそれで仕入れられるんで、だいぶ余裕が、精神的な余裕が出ましたね。利益率とかはどうですか、転売やってる時と比べると。やっぱりもうこちらの方がいいですね。クラウドファンディングの方がやっぱり自分で値段を決められるっていうのがあるので、やっぱり転売やってるともう相場でやっぱり誰か一人安売りしちゃうとそこに合わせなきゃいけないとか、そういうのがあるんですけども、これある程度自分で利益率決められるっていうのがあるのでいいですね。幕開けとかね、キャンファイヤー見ていただければ分かると思いますけど、意外と高い値段で売ってますよね。そうですね、こんな値段で買う人いるのかなっていう値段で出してる人も結構いますけど、売れますよね。はい、もう高くていいものでも欲しい人は買いますね。まあぜひね、転売やってる方で利益率の低さに悩んでる方とか、キャッシュフローが悪いなとか、在庫がなんか大量に仕入れるのはちょっと怖いっていう方も、クラウドファンディングだと、まあ、そういうの全部解決して、さらにまあこれもでかい、そういう、はい、満面の笑みな感じになってぜひね、森田さんみたいになってみたいという方はクラウドファンディングやっていただければと思います。でまずね、森田さんが学んだ方法をぜひ知りたいという方はウェブセミナーやっておりますので、概要欄からぜひウェブセミナー、お申し込みいただければと思います。あとなんか森田さんにね、質問とか、あと僕でもいいんですけど質問ありましたらコメントの方もよろしくお願いします。森田さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ではご視聴いただきどうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。